ことで、はい、漢字検定。え、漢字検定漢字検定ちょっとやるか、とりあえず。え、リケ先生、あの採点お願いします。はい、はい、お品書き言ってくんで、はい、扇風、ハス豆腐、酒漬けって言ってたよ。酒漬け、じゃあ、よもぎ豆腐もいただこうかな。よもぎ豆腐なんですけど、見てください。上にウニが乗っていて、すごく贅沢なんです。あ、大丈夫です。すごい。私、ウニ大好きなんですよ。いただきます。よもぎ豆腐、すっごい滑らかで、風味が豊かですね。口の中がすごい幸せです。この桜の花火がいい。なんか乗ってる。オイラに。オイラに。ちょっとサバの押し寿司みたいな。いただきます。いただきます。おいしいです。幸せ。でかいです。これ。この大きさ。ジワジワ来た。いきます。いいと思います。ほう、めっちゃ人が来た。誰から行きます？頑張れ、ウサさん。それ、いけ。いちごがあります。いちいち、そろばん。英語の授業でした。ペアミン。何人ですか？日本人でした。緊急報告でございました。いや、もうびっくりした。だだ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 癒し的なね、存在だから。オアシスだった。ダメです。音符ちゃん、必要不可欠です。音符ちゃんはね、なんかハプニングもいつも出してくれるし、絶対音符ちゃんに出せないワードのセンスと、ワードのセンス、世界にしか出せん。そう、めっちゃくちゃね、もうガチモノ天然だから、詳細は後でご覧あれ。それがね、いなくなるのはね、寂しすぎるよ。サップのね、動画にちょうど切り取られて、そうですね、あ、使われてなかったのが本当に、なぎちゃんと私で悔やんでるの。おだけど、赤沢温泉にいた次の日に
ローズカフェみたいなとこで、ね、ドレッシングをやっちゃってね。かけたらプリンだったっていう。え、一応そのお父っつぁんの方にお店が来ましたよ。あ、本当？はい。でもそうね、ちょっとおんちゃんツイッターチェックしてほしいんだけど、あの、ちょっと昔になっちゃってるかもしれない。ガチおもろかったね、あれは。あれはおもろい。今日もドア間違えるし。そう。あ、そうですね。なんだかんだね、このなぎちゃんも天然だから、なんかね、その2人がこう相まってボケボケだからね、ツッコミどころが、うささもボケてんだけど、なんか突っ込める二人だ。突っ込めるわ。TikTok もね、あ、そうですね、いっぱい撮ったね。そうですね、それはちょっとあのギャルが失敗した。いやギャル、あ、ギャルじゃないです、あの何でしたっけ、なんかあのマリオ、あ、ねえマリオ、なんかギャルが踊ってたんでギャルしか出てこなくて、あ、マリオだった。あ、マリオだった。